Jason. Sérieux.
大丈夫。一旦隠れろ。引きつける。ロクト、こっちだ。急げ、次が来るぞ。キル。立て直せ。援護するよ。このの皇帝と日取りは了承した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。よっ。まあ王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ。ああいう時くらい。ノクティス王子。何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。ポルが車で待ってんだろ。ドラッド、よろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。
メだな。こいつが外の厳しさか。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。ああ、俺も喉渇いて死にそう。おい、起きろ。おれ、頭き。スカ、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい。せーの。本当ないわ。ないよな。ノクティス王子、調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。ウラディオ頼む。なんだ、一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても買わないでしょ。プロンプトは離してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。いい子に席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー、手痛い。おい、手抜くなよ。はいはいはい。電話は？やはり話し中だ。っていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。世界広いわ。実感できるな。この実感嫌でしょ。お前ら押してるか？押してるよ。押してる。待ってたよ。どれが王子？お、はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでじいじが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。お、まあ。親父の威厳はそっくり拭き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっとしまった顔できねえもんかね。そいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。あ、王子！王子、この辺りは初めてだよね。
地図あげるからいろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。あ、エボニーだ。ここにも売ってんだ。ギグネス喜ぶな。あれ、ギルって何？今日はどんな武器が欲しいんだ？ノクト、ちょっといいか？整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あの小さ。あれ？まだ整備中だよ。どうしたの？整備代高いかなって。ん？なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代出すから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。まさかのじいじの試練、やるしかないね。でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。じいじには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。息子夫婦の事故があったときはこのまま閉店するかと思ったが。ふん、いらっしゃいませ。今日は何食べるんだ？気に入ったならまた来てくれ。なんだ？そろそろ行くか。ブラント、行こうぜ。今行く。まずはこいつらだな。やるぞ、ノクト。ノクト、武器召喚できんだろ。敵に合わせて使え。手早く済ませよう。戦い慣れてきた。まあな。一体誰を狙ってる？悪い。よし、次の地点へ向かおう。
次はこいつらだね。ガンガン行こう。ノクト、気をつけろ。油断したな。いい感じだ。当然。状況は？心配することじゃない。よし、臨機応変にな。ブラスト！はいはい、どうよ。山。ああ。やったね。あと一箇所。さっさと行くぞ。今回の旅ってさ、どういう夢だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったら、ガーディナと船場に。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか。車の整備待ちしたら、ガーディナで船ね。こいつらで最後だ。気抜くなよ。ノクト、シフトブレイクして敵のガードを崩せ。さっさと片付けようぜ。余裕で相手ができそうだ。だな。こっちこっち。すっげえグラディオ。あれ、電話。はい。シドニーだけど、大事は順調？ああ、今終わった。よかった。悪いんだけどさ、ついでに人探しも頼めない？デイブってハンターが連絡取れなくなっちゃって、その辺の小屋にいるはずなんだよね。この辺の小屋。ああ、わかった。見てみる。シドニーから？なんだって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか？え？すぐ近くの小屋にいるらしい。助かったぜ。気をつけろ、来るぞ。容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。おい、全然滑った。おい、あっちにも小屋が見えるぜ。
いや待ってくれ、提案がある。なんだあいつ。凍鉄というモンスターだ。あの鋭い牙を獲物に突き立て巣穴から引き出して食べるらしい。それさ、相当だね。性格的に関わりたくねえ。そこに誰かいるのか。あんた、ハンターのデイブか。探したぜ。おい、大丈夫か。ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだな。頼めるか。あ、やってやる。報酬は？追い抜ける。じゃあ、奴の居場所を詳しく教えよう。ノクトも人がいいね。金の話しそびれたでしょう。あ、一旦休憩して体勢を整えよう。よし、近くの調べでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろう。俺、彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。キャンプにするか。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。
一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって命してたから。大事な車だ。大切に乗ろう。そうだな。